どうも、ドズルです。さっきはですね、タウンホール10最強クラン決定戦、明星杯クラクラチャンネル VS 感謝からお送りしていきたいと思います。今日お送りするのはですね、なんと私、ドズルの全開リプ。いやー、これはね、最後の最後で撮ることができたんですけれども、もうね、久々に本気でガッツポーズしましたね。なかなかクラクラで全開撮ってもね、嬉しい時は嬉しい、なんて言うんだろう、嬉しくはなるんですけれども、実際にね、おっしゃーつって、ガッツポーズしたのは久しぶりでした。はい、ということでね、今日はそんな全開リプをお送りしていきたいと思います。攻め自体は、1個前にね、攻めてくれた漆黒の竜さんが 95% のリプレイを作ってくれて、それのなぞりとなったんですけれども、この全開にはね、いろいろなドラマがありまして、攻めた後に私気づいたんですけど、私ね、穴掘り師のレベルがレベル2じゃなくてレベル1だったんですよね。いや、これはちょっとね、私的にも衝撃で、クランメンバーもびっくりしてたんですけれども、本当はレベル2でね、攻めているつもりでした、頭の中ではね。ということで、ゴーレム3体の穴掘り師ラッシュです。これ結構面白いっていうか、あんまり見ないんですけれども、ゴーレム3体にすることによって、ゴーレム2体のねプラスバルキリーとかは結構見るんですけれども、今回ゴーレム3体にすることによって、かなりねリクパートっていうかボーラーパートですね、ゴーレムパートがかなり施設を破壊してくれています。さあ、ちょっと早めにあの掘り師を展開していくんですけれども、このタイミングもねかなり良かったんではないかなと思います。脇にそれたウィザードとボーラーが1体ずついたんですけれども、そのボーラーたちが生き残る形でね、さらに穴掘り師を展開できたので、それが最終的には生きてきたかなといった形となりました。漆黒の竜さんはね、時間切れにてギリギリでね、全開取ることができなかったんですけれども、若干ウィザードの数とかね増やして臨んでみた結果、穴掘り師がねレベル1違うだけでかなり戦力は違うんですよね。違うんですけれども、うまくねリカバリーしながら、うまくね全開取ることができたんで、本当に嬉しかったですね。やっぱ穴掘り師ラッシュはね、なぞりが結構難しいんですよね。もちろん他の戦術もなぞり難しいんですけれども、穴掘り師自体がその防衛施設優先ではないので、どのようにこうばらけるか分かんないとか、あと罠をどう踏んでいくかはねちょっと読めないところがあるので、そういった点でね、95% のリプレイがあっても不安要素はたくさんあるんですけれども、そこでやっぱ前回取れたっていうのはね、一つ自信につながっていくのかなといった感じで、ここで一回穴掘り師が中に集合してくれて、でそこからねウィザード追加で出したウィザードと、ボーラーが災害層を削ってくれて、で防衛施設がうまく優先的に削れたのがね、最終的には良かったかなといったところです。残り1分ぐらいかな、結構時間をね、残して全開することができました。で、漆黒の竜さんのリプレイも紹介していきましょうか。どこをねどうなぞっていったか、これあんま興味ない方は興味ないかもしれないんですけれども、やっぱターンオール10、11とか、ターンオール9でももちろんなんですけれども、なぞりの技術ってねすごく、重要になってきます。例えば 90% のリプレイがあって、それをどう改善していくのかっていうのはね、見る人によっては全然こうアプローチが違ったりとかもするので、漆黒の竜さんのリプレイをね見ていただきたいんですけれども、漆黒の竜さんのねこのリプレイのすごいいいところは、ヒーローパート、つまりゴーレム3体と、ウィザード、そしてボーラーたちでインフェルノタワーを2本折ってるんですよね。この描きっていうのがすごく綺麗で、ゴーレム3体で、ターゲットを取りつつ、大工の小屋3箇所ですかね、12時方向、3時方向、9時方向でアーチャー1体ずつ、削っております。で、私この9時方向のアーチャー1体は節約しました。はい、ここはもうアーチャークイーンでね処理していくといったイメージです。で、ウォールブレーカーも1回この竜さんがね、ルート確保してくれて4体今回使っているんですけれども、2体でね、ルゴ壁自体を壊せるので2体節約して5体分浮かしてますね。最初のアーチャーと、ウォールブレーカーの2体分で計5枠をね、節約しております。さあ、ここで、レイジをかけて一気に中心部に入れていくんですけれども、竜さんのこのリプレイだとね、外にウィザードとボーラーが流れてません。これ結構たまたまなんですけれども、私の場合それが流れてくれたのがねかなり大きかったんじゃないかなと思います。さあ、一発目のレイジで一気にボーラーが防衛施設を壊してくれるとともに、穴掘り師たちがね中に入ってきます。ここでレイジ、このレイジのタイミングとかすごい上手いですよね。ヒーローがねどっちもかなり生き残った状態で、後半パート、12時方向に、ね行くので、ここら辺は私よりもね圧倒的に上手いなというところです。ただやっぱりこの時点で穴掘り師がね若干やられてるかなというイメージですね。最初のなんだろうクロスボウパートで、若干ね、穴掘り師をなんて言うんだろう、私の場合ボーラーとかウィザードがね外から攻撃してくれていたので、ここで若干割れちゃうんですよね。
そこら辺がちょっと痛かったかなといったところで、そこをうまく修正したいなと思って、ワックスをねなるべくウィザードで割いたりとか、出し方の工夫を若干してみました。まあ、ここら辺のなぞりっていうのは本当に、精密というか、本当にね言葉では表現できないぐらい難しいというかね、運要素ももちろん絡んできますし、私自身もね今回結構で取れたところもあるんですけれどもね、まあ、そういったところも含めて仲間と一緒にね、取れた前回だったのかなと思います。ここ最終的に大砲も残ってしまったので、穴掘り師がやっぱ若干たくさんやられてしまったのかなというところでね、私の前回こうつなげることができて本当に良かったなと思います。まあ、最初の、リプレイ、もう 見なくていいかな分かんないけど、最初ね、12時方向と3時方向、アーチャーを加えて、で、9時方向はさっき説明したように、アーチャークイーンでね、壊すためにアーチャーを節約してます。で、ウォールブレイカーも2体節約しまして、この時点で5枠分ね、節約できている状態で、なお良かったのが、ここのウィザードとボーラーですね、ウィザードとボーラーがサイドに、それてくれたことによって、穴掘り師でうまく守りながらね、災害層をこうウィザードたちが削ってくれているので、これでねかなりの時間短縮というか、穴掘り師が中心へ向かうような、ルートを作ることができたので、そういったところがね今回前回に大きく変わってきたんじゃないかなと思います。むしろこれだけの差で あれだけの時間とね、穴掘り師の数、最終的に残る数が変わってくるって考えると、やっぱりクラクラってすごい一つ一つのユニットというか、出し方とか流れ方っていうのが超重要になってくるんだなというのが改めて分かるリプレイになっているんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はクラクラチャンネルの、私ドズルのね、前回リプレイをお送りしていたんですけれども、最後に明星杯ね、次の動画で最後にしたいと思うんですけれども、明星杯感謝さんね、やっぱ前回リプむちゃくちゃうまかったです。予選でねナンバーワンの攻撃力、全回数をね誇った感謝さんなんですけれども、想像以上にやっぱね攻撃がうまくて、まあ、そちらのねリプレイも、ぜひ紹介していきたいなと思っておりますので、次の動画ではね次っていうか次の明星杯の動画では感謝さんのリプレイをね、最後に、明星杯今回の動画をすべて終わりにしたいと思いますので、そちらの方も楽しみにしていてください。はい、ということで今日はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。